ときメモ GS2 前回の続きからプレイしていきましょう。さて、いろいろねバイトをガンガン辞めたり部活も辞めたりと散々なことをして今に至るわけですけども、どうしようか。芸術結構高いしな、流行ちょっと追いたいんだけど、これかな。これで流行上げとくか。流行上げてどうすんだ魅力だろ。もう1ミリも自分の行動を抑制できてない。プレゼント買いに行く？いいよいいよ、何でも。何買おうかな。友達の作り方、絶対怒るでしょ。超合金メガネケース。土星型マウスパッド。超合金メガネケースかな。メガネケース俺使わないんだよね。プレゼントもちゃんと用意したし、頑張って渡すぞ。メガネケースなしで普通に置いちゃうわ。めんどくさいんだもん。ひかみくん。ミネくん、廊下は歩きたまえ。歩いてるよ。そうでした。今日は誕生日だよね。はい、これ、プレゼント。僕に？はい。うん、どうぞ。よく覚えてるな。開けるぞ。どうぞ。これは使いやすそうだ。君の気持ちに感謝するよ。絶対軽い方がいいよね。超合金で。うん、割と喜んでもらえたみたい。気配りができなくなった。あ、クリス君だ。ああ、一緒に帰るか誘ってみるか。クリス君。あ、男ちゃん。どうしたの？あれ？今日はないん？レコにゴツン。ないよ。ね、一緒に帰れない？ハワイ子ちゃんのお誘いは大歓迎や。帰ろ帰ろ。よかった。それじゃあ一緒に帰ろう。あの東大の噂聞いてんやんか。東大？へえ、どんな？めっちゃ可愛い人魚がぎょうさんおって、行くとおもてなししてくれるんやって。けどな、一度行くと帰りたくのうなってもうて、実際帰ってけえへん人もいるらしいで。それ死んでるやつじゃない。僕もそうなってしまいそうや。一回なんかそういう痛い目見た方がいいんじゃない？私の知ってる噂とは違うような気が。クラブ入ってみる。なんか楽器やってるやつ狙いだからな。吹奏楽とか入ってみるか。うん、吹奏楽部に入ろう。今日が吹奏楽部第一日目。やっぱりちょっと緊張。いらっしゃい、吹奏楽部へようこそ。えらくいい声の子がいるな。あ、はい、先輩よろしくお願いします。先輩か。え、何？ちょっとだけ先輩かもしれないけど、やっぱり私年上に見えちゃう？隣のクラスなんだけどな。そうだったんだ。あの、私ミネ男。水島ひそか。ひそかは秘密の密って書きます。よろしくね。ひそかちゃん、こちらこそ。あ、それじゃもしかして。何？楽しいパートナーに巡り合う。今日の私の運勢なの。あ、ちょっとめんどくさいこれ。へえ、そうだったんだ。私たちお友達になれそうかな。こういうのって聞くもんじゃないよね。もちろん言うしかないじゃんじゃあやっぱり星占いは当たったんだ。十二星座で占えるわけがないだろうって思ってるからね。うん、すごいかも。これから楽しくなりそう。わからないことがあったら聞いてね。ちょっとだけ先輩だもんよろしくねこの子多分あれなんだよな、髪型もうちょっと整えたらもっと可愛いと思うんだけど。大人びてて綺麗な人だな。ん？何がペロロロしてる？ありがとう。メールでは初めまして、水島です。これからお話して今日はお話してくれてありがとう。これからもいいお友達でいてね。重いな、若干重いな。あ、ひそかちゃんと遊ぶパターンもできたのか。そうかそうか、ちょっと遊んでみる。あとあれだ、
日なのか。どうしようかな。ちょっと、ひそかちゃん謎んでみるか。学力も運動も下がったけど、めきめき下がってるけど、運動が、俺の運動が、芸術がえらい上がってんな。ちょっと楽器屋で働いてみるか。はい、やかけんの。はい、楽器店ネイです。あ、俺の名前と似てるからね、いいんじゃない。アルバイト募集のメールを見てお電話させていただいたんですが。じゃあ毎週水曜日と金曜日に働きに来てもらえるかな。はい、よろしくお願いします。では次回から来てください。じゃあよろしく頼むよ。毎週水曜日と金曜日は楽器店でアルバイト。よし、頑張るぞ。ちょっと運動をするか。運動しよう。ストレスも溜まってるけどな。次の授業は科学。予練の前に準備しなきゃ。あれ、若王子先生と姫子先輩だ。カメリアクラブの専属。学校にその格好はどうだろう。お給料は今の倍。いいえ、3倍お支払いすると言っているのよ。はあ、もうそのお話は何度も。あの、若王子先生。ミネさん。あら、デイジー、ごきげんよう。すいません、お話中。次の授業の準備なんですけど。お話って？私たち何も話してなくてよね、若王子先生。めちゃくちゃ怖えな、この子。はい、何も。え、でも今、お給料がどうのって。やだ、おかしな子。きっと夢を見ていたのね、乙女の白日夢を。姫子様、こんなところにいらしたんですか。そろそろ授業のお時間です。いけない、姫子、授業に遅れちゃう。チャオチャオ。さあ、授業の準備をしましょう。なんか怪しい。なんだろうな。姫子ちゃんは若王子先生が好きなのか。今日から新しく入りました、峰乙女男です。よろしくお願いします。君のシフトは毎週水曜日と金曜日だったね。よろしく頼むよ。はい、わかりました。よし、頑張ろうっと。おっす、今日からか。やっぱハリー、ここか。ハリー、今日からよろしくね。ああ、客に聞かれてわかんねえことがないように勉強しろ、勉強。うん。俺、ハリーの方が、こう、仲良くなれそう。割と、初見の印象がいい人に、こう、惹かれていくから。まあ、それがな、絶対正しいかどうかっていうのも、わかんないけどね。じゃあ、一回寝よう。寝よう。どれぐらいなら、許容範囲なのか、ちょっとわかんないけど。まあ半分以下になってれば大丈夫でしょう。我が吹奏楽部は今年の文化祭でクラシックを演奏する。よろしく。クラシック。男さん。はい、水島さん。あと2週間頑張ろうね。初めての一緒のステージだもんね。よし、頑張るぞ。練習期間がえらい短いんだけど大丈夫なのかな。んー、どうしようかな。ハリー、ちょっと誘いたいんだけど。情報聞くか。ユウくん、ちょっといい？うん、今開けるね。ハリーもめちゃくちゃ怖いよな。急に電話かかってくるんだもんな。あのね、知り合いの情報、周りの人のこと知りたいんだけど。いいよ、誰のことが知りたいの？ハリー。ハリーだね。ちょっと待ってて。その呼び方もなんで知ってんだ。
それ見える？こんな感じだよ。アマチュアバンドのボーカル、帰宅部なんだ。吹奏楽入ったの間違いか。170で55か、細いな。筋肉つけろ。他にも聞きたいことある？まだある。情報いいよ。クリス、クリスくんだね。ちょっと待ってて。見える？こんな感じだよ。女の子好きでちょっとエッチらしい。国籍不明。バイト、クリスの家業ってなんだ。182で65か、みんな細えな。他にも情報を聞く。いいよ。水島ちゃん。水島さん。体重はダメか。こんな感じだよ。こう見ると髪の毛結構ツヤってして綺麗なんだけど、さっきの絵だとさ、他にも聞きたいこと、ちょっと微妙なんだよね。あ、え、変。評価聞けばよかった。まあいっか。どうせ上がってないだろう。どうしようかな。何をあげたらいいんだろう。運動して体鍛えるか。魅力はどんどん下がっていくんだけどな。あんま良くないな。あ、ひかみくんだ。いや、ひかみくんはもういいかな。とりあえずハリーをガンガン狙っていこう。ピロロしてるよ。着物フェア。そういや、浴衣買ったのに一回も着てないな。電話をかける。ハリー、遊ばない？急に怖いよね。こちらは留守番電話サービスです。はい、ただいま。どうしようかな。用件入れよう。ああ、遊びに行く日ってことか。文化祭準備期間、文化祭終わりにはっちゃけようぜって誘う。あいつどこがいいんだろう。繁華街かな。あ、ライブハウスとかいいんじゃない。未年男です。12日にライブハウス行かない？聞いたら連絡ください。9日前ってちょっと遅いな、人誘うのに。たまに前日で飲みに行こうぜとかたまに誘うけどね。よほど仲いい相手だな。よしと、折り返り電話をくるの待とう。あ、ハリーからかな。もしもし。俺だ。ハリー？おう、留守電聞いた。いいぞ、暇な日だし。あ、やった。ほんと？じゃあ12日に駅前広場で待ってるから。わかった。じゃあな。あ、遅れてくんなよ。はーい。やった。早く12日が来ないかな。ストレスはバンバン溜まっていくな。ちょっとハリー用にさ、なんか服とか買うかい？ハリー対策グッズみたいな。ブティックジェス、ブティックナナミ、商店街かな。ジュエリー、ブティック、こういう系かな。どういうのがあいつ好きなんだろう。ちょっとここ見てみるか。いらっしゃいませー。いらっしゃいませーって。どういう系だ。結構地味っていうか、なんか違うな。でも12月でしょ。これダサいな。スウェットのジップワーカー。どういうのが好きなんだろうな、あいつ。パーカー、トップ。あ、こんなんいいんじゃない？ボトムが、てか、アンダーに、アンダーで俺はさっき、なんか、ジャケットを買ったのか。ボトム。これでしょ？ジーンズかな、合わせるんだったら。全身つなぎでデートに行くやつがいるかよ。とりあえずこれで一回戻るか。
ちょっと遅くなっちゃった。早く帰ろうと。あれ、あそこにいるの？若おじ先生。ミネさん、偶然ですね。こんにちは。その言い方なんか裏があるな。こんにちは、お買い物ですか？いえ、先生は校外指導です。え、校外指導ってじゃあ。あ、そうだった。こら。はい、あの説明すると、今のこらは早く帰りなさいみたいな意味だったんです。向いてないなこの人。あ、はい、いけない、早く帰らなきゃ。気を使わなくていいです。僕が言っても説得力がないことは分かってる。若おじ先生、頑張ってくださいね。ありがとう。じゃあ気をつけて。はい、さよなら。こら、こら、こら。若おじ先生、怒り役は向いてないみたい。なんか一緒にいると疲れるタイプだな、ああいう人。魅力アップしておくか。文化祭の準備期間にこいつは何をやってるんだ。芸術上がるんだ。魅力も上がるな。今日は文化祭。私たち吹奏楽部は楽曲演奏。曲目はクラシックだ。準備急がなきゃ。曲目はクラシックっていうの。あ、小野田さんだ。そのパイプ椅子は体育館にお願いします。ダンボールは会議室に。忙しそうだな。あ、ミネさん、こんにちは。小野田さん、ちょっと手伝ってもらえる？あ、はい。ごめんなさい、また後で。何の話を。小野田さん、これどこに持っていくの？今行きます。本当に忙しいんだね。こっちに構ってられんな。あ、佐伯くんだ。佐伯くん。ミネ、ただ働きに勤しんでるみたいだな。コマネズミのようなその表現をどうやったら出てくるんだ。ひねくれてるんだから。ねえ、時間あったらうちのクラスの出店にもおいでよ。ああ、そうだな。じゃ、俺は優雅に高みの見舞。あ、大輝くん、あんなところに。やば。いや、さあ、英輝くん、うちのクラスもう見た？ごめん、まだこれから。佐伯くん、うちにも来てよ。うん、行くよ、楽しみ。じゃあうちらの番は？じゃあほら、順番にね。早く早く。じゃあまたね。しんどい生き方してんな。あんまり優雅でもないみたい。うちに来るのはうちのいつのことやら。あ、ひかみくんだ。全員行くんだこれ。今すぐ撤去したまえ。このまま続ける場合、営業許可を取り消さざるを得ない。何があったんだ。見逃してくれよ、この模擬店の目玉なんだぜ。無届けである以上ダメだ。警告を無視するなら即営業停止。例外は認めない。はい、片付けます。見回り中か。ひかみくん、文化祭でもルール違反には厳しいな。だんだん緊張してきてた。お姉ちゃん。お、ゆうちゃん。ゆうくん、ここは関係者以外立ち入り禁止だよ。それなら大丈夫、俺お姉ちゃんの関係者だし。そういうことじゃないんだよ。そういうことじゃなくて、まったくもう。あ、ごめん、飛ばしちゃった。
なんで初心者にこんな難しいパートを任せてしまったんだ。大ブーイングだろ、こんなもん。ああ、大失敗。お姉ちゃん。ゆうくん、勝手に入ってきちゃダメだよ。ちょっと、話があるんだけど。はい。部長めちゃくちゃ怒ってる。取り込み中みたいだね。お姉ちゃん、ファイト。怒ってどうにかなるもんでもないでしょ、これ。はぁ、大失敗。男さん。はい、水島さん。どうしたの、しょんぼりして。誰でもそうなると思います。私失敗しちゃったから。うん、でも来年は頑張るぞ、でしょ。うん、そうなれないでしょ。今年の文化祭はこうして終了した。デート行こう、この気持ちで。ああ、めちゃくちゃ達成欲だな今。トップ、死ぬほど合わん格好してない。あ、スポーティー。あいつ何が好きなんだろう。ボトム、セクシー。あ、セクシーで言ってみる。男なんか大体セクシーが好きでしょ。全身セクシーにキャスケット絶対合わねえな。これで言ってみるか。はい、セクシー。ハリーまだ来てないみたい。はいっす。あれ、時間間違ったか。うん、私も今来たとこだよな。お前には季節感ってもんはねえのか。そうか、11月か。どうして。見てて寒いよ、その格好。いろんな意味で。ちょっと薄着しすぎたみたい。興奮してきた。よし、行くぞ。うん、やっぱ好きか、こういうとこ。ドキドキするね。やっぱりライブってのは燃えない。この歓声がたまんねえ。歓声受ける側に回りたいんじゃないのこいつ。ランカリーみたいな髪型の人いるけど。最高だったね。やっぱライブはいいな。やったね、バッチリ好印象。今日は意外と楽しかったわ。意外とね。こういうのならまた出かけてもいいな。じゃあな。うん、またね。こういうのだったらいいんだ。てか何が、何のパラメーターがいるんだろうなあいつ。でも魅力を上げとくか。気配りは上がってんのか。一応水島さんだ。ちょっと喫茶店寄ってみるか。男さん、これから帰り。後ろ姿いいですね。ね、お茶して帰れない。それはパスにする。だって絶対何か食べちゃうもん。声誰だ、聞いたことあんな。そうかも。お茶はまた今度にしないね。しょうがない、一人で帰ろうと。振られてばっかだな。
今日は生徒会執行部の選挙の日だ。もうすぐ立ち合い演説会が始まる。氷上出るならどうせ。静かにしてください。次は1年氷上至るくんです。あ、氷上くんだ。死後を慎みたまえ。君たちには高校生としての自覚はあるのか。こんなん絶対落ちるぞ。今は自分たちの高校生活に大きな影響を与えることになる新しい執行部役員を選ぶ時間だ。そのことをよく理解せず、自分一人くらいは喋ってもいいと考える生徒が多いのではないだろうか。そしてこの風潮は何も今に限ったことではない。つまり今の羽ヶ崎学園は決められたことが守れない生徒が多いということだ。そういうことは間違ってないんだけどさ。そこで僕は提案する。学校生活の基礎となる校則をもっと周知徹底させようではないか。まあそうなるわな。集計の結果、次の生徒会長は佐藤一郎さんに決まりました。役者みたいな名前してんの。それでは佐藤一郎さんに次期生徒会長としての抱負を。氷上くん、今回は残念だったね。ああ、とても残念だ。慣れる兆しが全く見えなかったね。正しいことを言っても理解されない。まあいつものことなんだけれど、僕が間違っているんだろうか。氷上くん、また嫌なやつだと思われたかな。でも自分の考えに嘘はないし。すまない、少し一人で考えたいんだ。氷上くん、元気出してくれるといいな。間違ってはないんだけど間違ってるって感じだな。はい、ということでここで一旦区切りましょう。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。